自律神経専門家近くの部屋へようこそ。今日は動脈硬化のお話なんですけども、今日動脈硬化を防ぐあるいはまあ改善する食べ物ということで、まあ、こういう食べ物がいいですよっていう話をさせていただきます。はい、まず動脈硬化ってこう何が起きているかっていうと、血管のこう内側の壁、血管の内側の壁で炎症が起こっています。でその炎症が起こる原因っていうのが、そればっかりではないんだけれども、大きな原因の一つとしては、まあ、コレステロールが LDL コレステロールがもうちょっといっぱいになりすぎちゃって、その LDL コレステロールが酸化するあるいは糖化するっていうことによって、こう何かがそうやってくっついちゃうとこう性質が変わってしまうので、こう普通の LDL コレステロールがそのまま血管の中をこう通過していく分には何ともないんですけども、変化してしまった変性してしまったものっていうのは体にとって異物になるので、それでこう血管の内皮のところからこうマクロファージとかがやってきてですね、あのこれはゴミだって判断したものを食べてくれて、でまたこうその血管の内側のところにちょっと張り付いちゃうっていうのがあって、でそれによってこう炎症が延々と続いてしまうっていう風になると、どんどん動脈硬化が進んでってしまうっていう風になるので、こうまずですね、動脈硬化を防ぐってなると酸化を防ぐ糖化を防ぐ、まずそこが最初ですね。で炎症が広がらないように、炎症を抑えるようにするっていうことで、まず本当にこれ本当にですね耳たこだよっていう感じなんだけども、まずは防ぐ、これを取った方がいいっていう食べ物じゃなくて、この NG なもの、何を置いても NG なもの、 NG なものはまずこう精製された糖、白砂糖は NG です。白砂糖、これはもうコレステロールに限らずいろんなものを糖化してしまうっていう、体にとって負担になるっていう風になっちゃうので、それこそエネルギーが本当に足りないっていう時にはすごくこう助かるものなんですけども、今の毎日毎日ちゃんとご飯を2食なり3食なり食べてますっていう時ところで、でわざわざさらに白砂糖を取らなければならないっていう状況ってなかなかないので、この精製された糖っていうのは避けていただいた方がいいですし、あとこうこの動脈硬化に関しては喫煙、タバコこれは食べ物じゃないけれども、タバコはもう本当に血液の中をこう走ってというか血液の中を通っているいろんな物質をこう酸化させてしまうっていう原因になるので、タバコもよろしくないです、よろしくない。はい、だから NG なものはまず白砂糖、タバコ、これは先に挙げておきますね。で動脈硬化を防ぐ食べ物はまず栄養素としてはビタミン、抗酸化物質なので酸化を防いだりするもの、ビタミン A で炎症を防ぐ、ビタミン C 酸化を防いで炎症を防ぐ、ビタミン A、ビタミン C、ビタミン E、 あとポリフェノール、よく言いますよね、いろんなポリフェノールあるので、こういうものが動脈硬化を防ぎますよということで、まあ、これがおすすめ、これですね、こっちがおすすめな方です、こっちがおすすめ、こっちは NG、 こっちがおすすめな方で、まあ、どんなものに入ってるかというと、いろんなものに入ってるので、まあ、こういうビタミン A、ビタミン C、ビタミン E って、まあ、パッと思いつくもので言ったら、まあ、お野菜類の緑黄色野菜、ビタミン A は緑黄色野菜に入っていて、まあ、人参とかですね、人参などの緑黄色野菜、それはブロッコリーとかもそうですし、緑黄色野菜に入ってる。でビタミン C は、まあ、果物とかにも入ってるし、レモンパッと浮かぶのはレモン、まあ、新鮮な野菜とか、あと、
果物には入ってますし、意外とですね、じゃがいもに入っているビタミン C は熱をかけてもあまり壊れないと言われているので、じゃがいも意外とこうビタミン C 取るのにじゃがいもいいですよ。ちょっと字ちっちゃくなっちゃったけど、まあ、パッと浮かぶのはレモンで、あとじゃがいもで、ビタミン E はナッツ類、アーモンドとかそういうナッツ類ですね。ナッツ類に入ってます。ナッツ類で、あとポリフェノールはいろんなものに入ってるんですけど、それこそ赤ワインとかにも入ってる、ブドウに入ってるポリフェノール、あとコーヒーにもポリフェノール入ってる、緑茶にもポリフェノールある、お茶類って結構ポリフェノールあるので、緑茶の方が、そこだんだん発酵してって、紅茶とかってなっていくよりも、紅茶よりも緑茶の発酵されてないものの方が多分ポリフェノール多いんじゃないかなと思うんですけど、ポリフェノール、緑茶、コーヒー、緑茶、あとまあブドウとかそういうものに入ってて、で、あとただコーヒーとかこう緑茶ってカフェイン一緒に入ってたりするし、ブドウもいいんだけども、まあ、果物で糖分が結構多いんですけど、だから糖分もカフェインも気にしないでポリフェノールってなると、結構トマト結構おすすめですね。でトマトはポリフェノールだけじゃなくて、リコピンっていう赤い色素、リコピンも抗酸化作用あるので、トマトは結構いいですね。だからこういうものって1日だけ取ったら動脈硬化がパッと治るかって言ったら、そういうものではないので、こうあんまりこう厳密になんか一生懸命になりすぎず、なんかこうなんとなく毎日のお食事に取り入れていただければいいかなと、はい、思います。このビタミン A、ビタミン C、ビタミン E、ポリフェノールとかで調べたら、いろいろこう食材が出てくると思いますので、もう これだけじゃなくてもいろんなものに入ってますから、まあ、基本は野菜、果物とかですね、これ入ってるの、野菜とか果物とかそういうものには大体入ってますよということで、今日は動脈硬化を防ぐ食べ物、そして NG なものは白砂糖とあとタバコですということでお伝えしました。今日の動画いいなと思ったら、いいねボタンとチャンネル登録もお願いいたします。で、今最近ありがたいことに YouTube でもちょっとコメントとかもたくさんいただいているんですけども、 YouTube でいただいているコメント、 YouTube ライブでお答えさせていただいて、なかなか追いついていない状態で申し訳ありません。で、LINE の方、LINE で登録できるようにさせていただいているので、 LINE でこう LINE 登録してメッセージとかこう手間をかけて送っていただいているので、こう YouTube のコメントよりも LINE で直接送っていただいたコメントの方に、こう優先的に YouTube ライブで LINE のちょっとパッとしたご質問に対しても YouTube ライブでお答えしてるんですけども、 LINE で来たご質問とかを優先してちょっとお答えさせていただいておりますので、もし急いで返事が欲しいとか、もう早く返事が欲しいという場合は LINE で登録していただいて、そちらにご質問いただければと思います。はい、で LINE の方は登録すると自動的にお返事いくんですけど、こちらの方では登録していただいた方からスタンプ1個とかメッセージ一言とか何かあると、あ、この方が登録してくださったんだっていうのが分かるんですけども、自動的に送られたメッセージだけだとちょっと分からないという仕様になっているので、ちょっとそれもお手間かけてしまうんですけれども、こうやり取りちゃんとできるようにつながりたいよっていう方はメッセージとかスタンプ1個でもいいので一緒に送っていただけるとありがたいです。はい、ちょっと動画が長くなりましたがここまで見てくださってありがとうございます。本日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。いいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。